はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。まあ人からのプレゼントですね。これはまあまあ、旦那さんいや奥さん子供からのプレゼントも含めるんだけど、自分の趣味とは合わないよなっていうプレゼントはあると思うんだよね。特に私の親なんかそうだったんだけど、そのジャケットっていうか、まあコートだよね。うん。親からなんかもらったんだけど、絶対これ、自分の趣味じゃねえっていうのを、買ってプレゼントしたのね。で、あ、これ、誰のっていう話をして、いや、あなたですよって言われたから、いや、私いらないよって言って、自分の趣味じゃねえしっていう話をしたんだけど、それで喧嘩しましたね。いや、使わなくていいから、来ても1回か2回くらいにしてちょうだいって言って、本当に2、3回くらいしか買わなくて、使わなくて、本当に使わないの、いらないのっつったら言われたので、うん、いらない、じゃあ他の人にあげてもいいねって言われたので、まあ別にいいよって着ないしっていう話をしてて、うん、まあそういうのがあるから、まあ人にその靴なんかも渡そうかなと思ったりとか してたんだけど、うんっていうのはあったりするね。うん、だからまあ本当に母の日とか父の日なんかもそうだったけど、だと思うんだけど、まあ敬老の日も含めてね、本当に無難な食べ物系だったりだとか、まあお花系のものをスイーツとかね、ちょっとしたスイーツプラスそのお花でまあ5000円ぐらいで買えるものってあると思うんだけど、これは母の日もそうだし、敬老の日なんかもねあったりとかするんだけど、まあ、そういうのが一番いいかなとは思うんだよね。で、まあコートは本当にね、寒い時期、11月ぐらいからずっとね使えるけど、本当にその時使わなかったもんね。うん、だから本当に T シャツとかでね、本当に使う得るもの、プリントしていない T シャツだったりとか、まああってもワンポイントで目立たないやつとかね、デカデカしくこうプリントされてるやつがあったりとかするけど、あれもまあ自分が着るぐらいだったらまだね、買って着るんだったらまあまあしょうがねえよなって感じがするけど、人にこう自分の趣味というかさ、あ、そう、タオルとかね、タオルだったらさ、ほらタオルとかそのちっちゃいやつだったりとかすると普段も使えるしね、もう使えなくなったなと思ったらもう捨てていいよっていうことをね言えたりするじゃん。だからね、そういう感じのものが多いかなっていう感じかな。私が他の人にね出すんだったらの話だけど、まあそれだったらもう本当に金券とかにしてほしいなと思うよ。自分で買いますみたいな感じになっ
っちゃうけど、まあ物としてね来たら、まあそれはありがたくいただけますけど、皆さんどうでしょうか。以上です。